はい、どうも、サトシボーイズの部屋です。よろしくお願いします。お願いします。この夏、オカルトが熱い。この夏ね、オカルト業界相当熱くなるんじゃないかなと。熱くなる。思ってるんですよ、っていうのもね、まあ言ったらちょっと怪談ブームとかオカルトブームみたいなところちょっと来てると思うんで、その中で一押しのイベントをちょっと紹介させていただこうかなと思います。はい、お願いします。6月29日木曜日、都市ボーイズ生配信ライブ in ロフト9ボリューム11ジメジメオカルト大作戦、こちらでございます。熱い。まあはい、ね、定番のもう、企画というかう、ね、イベントになっておりますけれども、僕らと島田さんの単独で、まあ、プラスワンゲストということで、はいはい、という、イベントをまた、開催させていただきます。でもみんな忙しいから、ゲストなんかも小物でしょ、発揮し、おい、A じゃないよ、ね、失礼ですよ、それは小物なんでしょ、どうせ、わかるわかる、もう小物や、どうせちゃんとした方を用意しております。どうせ聞いたことない名前のやつだ。誰？シークエンス早友さんです。聞いたことないな。嘘超大物じゃん。いや、まあまあ一緒にやってるからね。そうです、むちゃくちゃ面白いですから。いや、もうかなりね、今回もいいメンツが揃ったんじゃないかなということでして、ノブさん以降初じゃないかい、この霊が見えるみたいな人ゲストって。そうそう、だから今回はね、ちょっとそこも考えたというかね、ゲスト会で、なんか今まで若干違うテイストを入れたいなっていう時に、あ、見えるっていう要素、あと、まあ早野さんでいうと生き量が見えるとか、ね、鑑定とかやってたりとかするんで、まあそういう、今まで僕らのこのイベントではやってないパターンのができんじゃないかということで、この組み合わせにしたという感じですけど、あとなんかやっぱ早野さんがいいなと思うのは、そのまあ霊が見えるっていうのを一個置いといて、なんかね、いろんなその裏の業界とか、あんまり知れない情報っていうのがふっと入るっていう位置にいるんですよ。ね、だから大物の人と絡む確率が非常に高いからね。すごいですよね。付き合い聞いたら前のとんでもなかったもん。だからそういうつながりから聞いた、ちょっとこれ表で話していいんだろうかっていう話を今回してくれるそうなので。ね、だから、その、霊云々とかっていうのはね、関係なく、すごい話とか出てくるかもしれない。そう、とんでもないと。いう感じなんです。これは期待できるんじゃないかなと思います。で、まあその期待がね、もう、現れておりまして、会場チケットのはもうソールドアウトだと。そうです、そうです。これ120のところ、600ぐらいね、いただいたということで、数日で、ありがとうございます。3日4日でですよ、ありがとうございます、本当に嬉しい。なんですが、配信チケットのはございます、ということで、そちらでぜひ楽しんでいただければと思うんですが、はい、お願いします。これ絶対見てほしい。はい、まあ例のごとくというか、なんか軽くこんなんやりそう、こういう感じの、ね、回になりそうだみたいなのがあればちょっと言っていただきたいなと思います。はいはい、今まで、まあこれ11回目ですよね、10回通して僕らって実は一緒にどこどこの取材先行って、こんな体験はず2人でというのはなく、まあないですね、個人個人で別々のとこ行って集まってきて、こんな面白い話が、こんな面白い話があって披露し合うっていうのが僕ら普通なんですよ。そうですね。ただ今回は、この、まあ、29日に合わせて、2人で、ある、まあ、能力者っていうんですかね。まあ、ああ、はいはい。能力者です、ね。以前話した、能力を人に付与することができる、つけることができるって言われてる人のところに2人で会いに行って、じゃあその能力、この現場で使えたらめっちゃおもんないって思ったんですよ。だからまあ、次回のこのイベントで会う際には、都市ボーイズのいずれかが能力者になっている、そうですそうです、もしくは両方がなっている可能性が、それか、あなた方かもしれない。え、どういうこと？それはないですよ。それはないです。それはないです。それはないですよ。僕ら二人です。そうですね。あとまあ島田さんが手相見れるようになってるとか。なってんねん。ありえますから。いやいや、第一人者だから。ね、第一人者。もしかしたら誰かしらが何かしらの能力を発揮するという場になるかもしれない。この間ね、手相の占いのとこ行ってきたのよ。お前か。たまたまね、手相もできるんですって。で、島田さんどうですかって聞いて、正直な話って言ったら、手相で言ったら、マジでトップって言ってました。ちょっと面白おかしくやってるけれども、知識、アイデア、マジで天才って言ってました。あの人が、もう手相だけで最初が来たりとか、もう、ちょっと前の世代だったら、おそらくもう何十億稼いでるトップって言ってましたね。
あ、じゃあもう、うん、時代が違ったらもう、そう。手相のスペシャリストとして。スペシャリストやね。いや、バカにすんなよ、だから。マジでトップやって言ってた。いやいや、もう見せ方もアイデアも見る方法も全部すごいって言ってましたよ。あ、じゃあもう、うん、そういう意味ではもうね、あの、うん、僕の見てほしいですけどね、シャラってこう。いやいや、いい加減。誰かの情報を聞いてみてほしいじゃないよ。島田の言葉を聞いてみてほしいとなれよ。誰かの言葉関係なくね。見てくれないんですもん。いつまで経っても見てくれないですね。お前らは信じてねえから見るかっつって。いや、ほんとすごいらしいですよ。全然見てくれない。ほんとにトップって言ってた。うん、うん。うん。すごいですって。ぜひ、見てください。うん、いやいや、やめろってだから。直接言えよ。失礼やろ。コメントに書いてくださいね。そう。と僕で言うと、島田さんにおすすめされた、うん、今日本で一番のパワースポット。島田さんの名前を、あ、俺の名前出していいから。うん、俺の名前出して、あるところに行ってこいって言われて、うん、ある神社に行って、うん、本当にすごいところ見させてもらいました。そう。それもちょっと見せられたらなっていう、思いますね。じゃあまあ、それぞれ、うん、まただいぶ多種多様な、ね、うん、内容にはなりそうですけども。そうですね。ぜひぜひ。前回も好評でしたので、ね、そうです。ぜひ、こちらも見ていただきたいと思います。はい、はい、お願いいたします。そしてですね、まあ、暑い、オカルト暑い夏と言うてますけれども、うん、これ一つじゃないんです。これだけでも十分暑いですよね。暑いですけれども、もっともっともうサウナ状態にしていきましょう、うん、本当にね。オカルト50年の歴史、はい、みんなのオカルト50年史都市伝説展、うん、こちらも控えております。こちらがですね、7月の15日から8月の13日約1ヶ月ですね、はい、北千住丸い6階カレンダリウムという会場で、うん、やらせていただきます、はい、10時から19時でね、まあ、結構時間ゆとり持ってるんでいつ行っても見られるんですけれども、うん、こちらですね、都市伝説展だけ言われても、うん、何のこっちゃわからんなですよね。まあね、うん、でなおかつホームページを見てもまだ情報があまり開示されていない、うん、だから情報っていうのをね、ちょこちょこ出していくんだけれども、うん、そんなの無視して先んじて僕らが言いますわ。もう言うか。そこは守んない。いやいや、足並み揃えろよ。まあまあな。バカが。まあでもある程度は、うん、そうですよ、言わないと、うん、ちょっとく、何を目的に来ていいかわかんないっていうのは、ね、うん。なんかあれらしいよ。うん、俺ら、あんま好かれてないらしいよ。なんでだ。俺らって、なんでだ。結構聞くけど、うん、ちょっと読ませていただきます、はい。見どころというものがあるんです、ホームページにね。はい、はいはい。1973年から始まったと言われる第一次オカルトブームから50年を迎えるメモリアルイヤーを記念して開催されるのが本イベントとなります。うん、はい。怪談、ユーマ、UFO など様々な都市伝説の50年の歴史を一望できる展覧会。うん。本展覧会は制作協力に元トカナ編集長住幸子氏、うん、オカルトコレクター田中俊幸氏、うん、階級にトシボーイズ我々ですね、はい、あとユーマ研究家中澤武氏、怪談研究家吉田裕樹氏を迎え、1970年代から2020年代まで年代ごとに流行した様々な都市伝説をパネルや立体物を交えて紹介するほか、うん、キサラギ駅ホームを再現したフォトスポット心霊写真や呪物を展示しますという、うん、うん、何言うとんねん。いや、なんでね。まあ今ね、紹介した何名かいますけれども、うん、思い思い自分がここ一番注力しているぞと、うん、ここ私もスペシャリストですっていうところをそこで展示していくんです。だから、うん、都市伝説展というのは都市伝説の名前を借りているけれども、うん、呪物もある、心霊写真もある、うん、吉田裕樹さんによる怪談の、まあなんか展示もある、うん、木更木駅のフォトスポットもある、うん、ユーマもあるとか、うん、まあ鷲見さんやと、まあ陰謀論だとか、うん、なんかいろんなところに行って取材した、体験したっていう話をそこで出すとか、はいはい、まあ中さんも、霊能者とか取材しておりますから、そこら辺をバーンと出すみたいな、はいはい、だからもう全般。オカルトだよね、もう。オカルト史っていうか。うん、そう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 。まあそういう風にですね、まあ全般オールジャンル、これはわからんけど、これは好きだなーって、誰にでも刺さるような、うん、そういう、まあ展覧会になっているので、はい、ぜひぜひこちらもですね、丸いでございますので、お願いいたします。はい。で、まあ URL ね、最初の6月29日も、僕がですね、うん、まあ、ご紹介していただいて、都市伝説も概要欄貼っておりますので、うん、URL、そちらからですね、見てほしいんです。うん。あとね、ちょっと一個いい。一個いいよ。ちょっと僕の友人が、うん、むちゃくちゃ困ってる言うて、ドクター巻田さん、おお、ひとこわっていうイベントで僕は共演させていただいて、ラッパーの人でしょ。そう、僕すごいこの人が好きなんですけれども、うん、7月の15日、うん、
青森でですね、青森が地元なんですよ、うん、ラッパーの怖い話って、まあ、いわゆるラパコワってやつですね、うん、舞台を青森にしまして初めてやるんですね、地元で、うん、なんだけれどもお客さんが全然入っとらんと地元なのに、地元やのになかなか厳しい、悔しいと。そうなんですよ、あの弘前の会っていうね、うん、まあ、青森の怪談すごく詳しい人たちとラッパー軍っていう、ラッパーだけれども怪談も話せますよみたいな人たちが言ってて、ほうほう、それで、まあ、VS戦うんですって。で審査員がラバーガールの大水さんっていう、何それ、いや、なぜかわけわかんない。俺も絶対ね、あのドクター巻き出したむちゃくちゃ面白いんで話すごい聞けると思うんで、いい話。何でバトルするの、怪談バトル、知らんよ。いやいやいや、なんかよくわかんない、俺知らんよ、わかんない、うんうん、お客さんとか多分大水さんが何かを審査する。こっちーって言うんだよ。ふわっとしてんだわ。はい。僕ちょっと出ないんで分かんない。でもすっごい多分面白いと思うんで、はい、なんかね、その、まあ、まあ友人が頑張ってるから、うん、まあちょっと応援したかというのもあってね、はい、あのマイナスが全部ドクターマギアさんが食うんですってよ。数十万とかマイナスになるって言ってたね、このままだと。だからまあぜひぜひちょっとね、あの、時間が7月15日とちょっと先なんで、あれですけど、まあぜひぜひね、はい、購入していただければ嬉しいなと。はい。なんか青森がすごい盛り上がってたら僕らも行けるしね、うん、そういうのでね。なんか、そのライブだけじゃなくて、その次盛り上がるようにもしよければ行ってくださいという、うん、そういうお願いでございました。まあこの3つですね、はい、ぜひぜひあの概要欄、URL 貼っております。ぜひお願いいたします。あ、なんかありますか？竹内さんと、うん、やります、うん、7月の13日に、竹内さんとですね、うん、竹内義和さんと、岸本が2人、うん、いいですね、大阪でちょっとやらせてもらって、いいじゃないですか、前回結構好評だったそうなので、うん、またやりたいということ で、ね、またお呼ばれしましたんで、うん、そちらもなんかね、見ていただければと思います、まあ、すごい面白い2人やから、とんでもなく面白くなるはずですよ、かけるですから、はい、うん、それはね、まあまあ、素晴らしい会なはずですよ、楽しんでいただければと思います。また大声出すお客さんにお世話になるんでしょ。いやいや、どういう状況さ、何番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 言うて、お客さんが入るときにね、入るときになぜか大声出してくれるお客さん、すごいいいお客さんだけど、都市ミナの方でそれはね、話してお世話になるんでしょ。はい、菓子折り持っていけよ。そうっすね、本当にね、いい人やから、みんなで助け合い、ね、はいはい、まあ、はい、そういうようなイベントでございました。以上です、でした。